大事な大事な最終節、プレーオフ生き残りをかけた戦いです。どちらかがプレーオフ進出するのか、共に進出するのか、他会場の結果も関わってくる、そんな最終節、全てのゲームが同時キックオフです。いいプレーでしたね。さあヘディングシュート、おっとオフサイドはなかった、そしてシュート、おっとここはコーナーキック、フリーでオフサイドはありませんでした。渡りのところです。いや今のはベルディ一瞬開けてしまいましたね。ヤオが狙った、面白い、うん、いいコースに行きましたが、ここは柴崎が対応しています。外側から巻いていきましたね。いいコース行ってましたね、はい、今柴崎選手もよく止めましたし、うん、絶妙なところでしたね、はい、さあ梶川が浮かしていってヘディングシュート、ナイスキーパー、ビッグセーブが生まれました。長谷川です、素晴らしいセービングですね、はい、今のは難しいセーブだったと思いますよ、うん、ランピネーロのこのシュートを左手で止めていました長谷川です。ちょっとトリックプレーでいきましたね。そうですね、あの手で触るふりをしたタイミングで蹴ってと、はい、安西和樹ファーサイドへ、うん、決まった、先制ベルディ、平が決めました。平選手ですか、はい、すごいなこのタイミングで。31分、先制点は東京ヴェルディ、プレーオフ進出に向けて大きな大きな得点が入りました。まあ、安西和樹選手のボールが非常に絶妙なところでしたよね。キーパーがギリギリ出れないボールだけど、はい、ゴールからもそんなに遠くないと、はい、ニアへ抜けてきました。もう一度跳ね返ってきて、梶川は今度は中央へのボールヘッド、ナイスキーパー、至近距離からのシュートでしたけれども反応しました長谷川です。浅中のシュートでしたね、でしたね、はい、さあドリブルで島屋が運んでいく、岩尾から右サイドの展開、マータリエというところですが、安西光輝、藤原が拾ってマータリエ、クロスが入る、シュートだ、来た、同点に追いついた、渡りは3試合連発。後半の手元の時計で4分です。今のマータリ選手うまかったですね、はい、ここの内田選手の横っていうところを非常に使われ始めてますね。前半はプレッシャーが効いてたので、はい、おっと細かいパス交換から渡りのシュートですが、ここは柴崎のセーブ、いや崩してきましたね。そうですね、やはりプレッシャーがかかんなくなってくると内田選手の横っていうのをどんどん使われるんですよね、うん、さあコーナーキック、うん、どうポストだ、どうかな、押し込めるか、押し込んだ、大きな得点、最後内田達也が押し込んだ、ヴェルディ再びリード、手元の時計後半43分、大きな大きな得点です東京ヴェルディ。徳島も一度は耐えましたが、その後のコーナーキックベルディを押し込みました。梶川からのこのボール、畑中選手ですかね、最初触って、はい、まあ、よく内田選手攻めましたね。運びながら高木大輔、もうこれはコーナーフラッグの方に持っていって、ここで試合終了の笛が吹かれました。ヴェルディサポーター大歓声、自力でプレーオフ進出を決めました東京ヴェルディ。試合開始前はヴェルディよりも上にいた徳島ヴォルティス、同点に追いつきましたが、
ベルディに引き離され、2対1ベルディ勝利、プレーオフ進出決定。徳島ヴォルティスは他会場の結果を待つことになります。そして他会場の結果が入ってきました。なんと先ほどまで同点だった千葉なんですけれども、最後の最後で得点が入りまして2対1、横浜 FC を下して千葉が勝ち点3ゲット、徳島ヴォルティスを上回ったということになりました。ヴォルティスのプレーオフ進出ならずということは決定です。